高橋選手、平川選手、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は、まあ、トレーニングマッチ札幌戦が終わりましたけれども、まずは高橋選手から札幌戦のまず感想はどうでしたか今日は。まあ、チームとして結果が出たのでそこは良かったかなと思います。平川選手はどうですか。そうですね、まあ、個人としてはちょっと納得いくパフォーマンスができなくて、やっぱりもっとチームとしては、まあ、同じ方向を向けたので良かったのかなと思います。まだまだ初戦というところですけれども、今お二方ともコンディション的にはどうですか。まあ、チーム新チーム立ち上がって、まあ、1週間以上経ってきたっていうところですけれども、どうですか。いや、自分は結構、まあ、去年の最後の方のコンディションに近い形では持っていけてるんですけど、まだ体力面とかそこはもっと上げたいなと思います。まあ、僕はまだまだ上げなきゃと思ってます。はい、まあ、ちょっとオフも長かったんで。あ、そうです。はい、まあ、やっていけば上がると思うし、ね、練習結構ハードなんで、ね、まあ、結構、まあ、やっていって上げていこうかなって。しっかり開幕に向けて、開幕で落ちちゃ意味ないと思って、うん、そこに向けてこう上げていけばいいかなと僕は思います。うん、思います。まあ、高橋選手はこう一昨年ですかね、まあ、ギラバンツで、まあ、J2 リーグもしっかり戦ってるっていうところですけれども、改めてこう J2 リーグをこう勝ち抜くためには、なんか高橋選手はどんなことが必要だと思いますか。まあ、僕は調子いい年も悪い年も経験させてもらって、やっぱりチームの一体感だったり、負けているとき、悪い状況のときにどう持ってこれるかが大事だと思うので、1年間ずっといいっていうのがまあベストですけど、それもなかなかそういうわけにはいかないと思うので、チーム力っていうのはすごく大切かなと思います。まあ、平川選手は昨年特別指定でこう町田に加わって、まあ、J 初ゴール初アシストなどももう記録をしてきてますけれども、改めてまあプロとして1年目のシーズンになりますけれども、どんなシーズンにしたいですか。そうですね、まあ、今年1年目ですけど、まあ、結果を本当に個人としてもチームとしてもやっぱ出したい年ですので、やっぱサポーター一丸となって、スローガンのもと共闘ということで J1 に必ず上がりたいなと思ってます。高い選手から見て平川選手はこうどんな印象ですか、プレイヤーとしては。いや、こうスピードがあって、でもそのスピードに頼り切ってない、頼り切ってないというか、スピードがありながら技術もしっかりしているので、すごくいい選手だなっていう風に見てて思いました。本当にあ、それはもうなんか何でもできるなっていう。スピードがある選手はこうスピードだけになっちゃう人も多いと思うんですけど、それをこうなんだろう、それがたとえ塞がれたとしても技術でも全然勝負できる、何でも持ってる選手だなっていうふうには、まあ、やってて感じます。はい、どうですか、平川選手、結構嬉しいんじゃないかなって感じですけど。はい、人から評価されるのはやっぱ嬉しいですし、やっぱチームメイトが一番嬉しいんで、それは嬉しい限りです。はい、逆に平川選手からこう高橋選手見て、実際こう一緒にやってみてどうですか。そうですね、まあ、自分結構小さい頃からもともと知ってて、まあ、大吾君と、一緒にできるって考えたら本当にその時嬉しくって、まあ、実際に見てもやっぱなんか独特なタッチというか柔らかいタッチするなとは最初思いました。まずは初戦ベガルタ仙台っていうところですけれども、お二方から見たこうベガルタの印象などはいかがですか。うん、そうですね、去年やった時は1勝1敗で、なんか結構タフというか、本当戦ってくるし、どんどん走るし、結構得点力のあるチームだなって自分、去年は感じました。平川選手はね、こうアウェー仙台では得点も決めたかなと思いますけれども、その辺こうなんかこう相性いいなとか、なんかそういうイメージは残ってますか。そうですね、あのゴールはもう結構自分の中でも覚えてるんで、まあ、今年も
点取りたいなって思ってます。改めて黒田監督の目指すサッカーっていうのは、まあ、お二人からするとどういうサッカーを目指しているのかなっていうふうに思って捉えてますか？去年よりも本当隙がないというか、一人一人の役割を果たせば負けることはないような、なんかサッカーかなって感じました。高橋選手はどうですか？一緒です。しっかりしてるんで、もう全く一緒です。はい、ありがとうございます。いやちょっと話変えますけれども、まあ、この2人を揃えた理由はこっちなんですけれども、はい、お二方なんで揃ったと思いますか？平川選手も分かった感じがしますけど。いや、なんとなくですけど。はい、まあ、ユニフォームのランキング1位、2位ということで。ああ、そうなんだ。知らなかったです。どうですか、高橋選手、ファン、サポーターのこう期待がやっぱり大きいなと思いますけど。まあそうですね、町田のサポーターより他のサポーターの方が勝ってくれてんじゃないかなと思ってます。平川選手をね、本当に特別指定からプロ1年目という中で、まあ、こう背番号27番がとても売れてますけど、はい、どうですか？いや正直びっくりしたんですけど、まあ、本当期待に応えれるように頑張りたいなって思います。じゃあ最後に、まあ、FC 町田ゼルビアのファンサポーターに改めて、まあ、現在の、まあ、意気込みをお伝えいただけますか？じゃあ平川選手から先にお願いします。まずチーム内競争で勝って開幕スタメン取れるように頑張らないといけないですけど、まあ、チームとして J1 昇格できるように頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。じゃあ高橋選手、まあ、ユニフォームの件もそうですけど、このチームにおいてこの番号はすごく、ね、サポーターの皆さんにとっても大事な番号だっていうのはすごく分かってこう考えさせてもらったので、まあプレーを見てユニフォームを買ってくれたら嬉しいですし、やっぱりまあそうだな、1年間だったと思うので最後に、みんなで優勝して昇格できたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。